リベンジマッチ成功して北海道の雪は溶けかかってきたが、りょうくんとは当たらず、眉毛が対戦するのはノーネーム00100-5600、クラウディオの某 SNK。 シャヒーンのね、あの RKLP のハイキック肘、あれ上々なんですけど、連続ガードで2発目上段しゃがめないんですね。強すぎですね。で、今眉毛が出してたジャンプショーキックのレオの一気脚 QLK みたいなやつ、あれがなんとノーマルヒットでコンボに行くっていう。あ、そう、 RKLK、 この肘、ハイキック肘、ハイキック肘はとりあえず出しとけ技すぎるんですよ。2発目しゃがめないし、かかんないし、そんでもって、そうか、1発目カウンターでそのままコンボいっちゃいますね。あのなんか打撃投げのキックなんて言うんだ名前、あれノーマルっぽいですよ。ノーマルでコンボっぽいです。コンボ指導技 66L キックですね。トリコレ 66L キックが超強くて、太平洋さん何？ここだけの話、クラウディオのガーフがよ、嘘マジで？もうガーフがさ受け身確定になるの、そういうのつまんないからやめようよ。知ってるだけで勝てるあのドヤコンボやめて。カイアンドノーバー、いい感じ、あいあいあい、マッスルイワロー。眉毛が出してないっていう。